こんにちは、いちごタルトです。今日は北海道の網走の方にやってきました。網走といえば網走の監獄が有名なので、タルトもずっと来てみたかったんですけど、なかなか北海道でも、ね、札幌とかよりだいぶ遠いのでなかなか来ることがなかったんですけど、今回は日本一周ということで行ってみたいと思います。で、ちょっと今日はあいにくの雨なんですけど、ちょっとお昼前ぐらいから晴れてくる予報なので、監獄に行く前に、オホーツクの流氷館っていうところがあるので、実際に流氷が寒いところに展示してあって触ったりとか、あとタオルが凍る体験とかができる施設があるみたいなので、そこに行ってから監獄に行ってみたいと思います。ここが網走監獄だ。後で行きたいと思います。網走って寒いイメージだけど、今日朝出た感じ的に天気悪いけど、阿寒湖のが寒かった気がする。到着しました。海も見えます。北海道の端っこまで来た。かっこいい。すごい、上も流氷みたい、めっちゃ綺麗。大人になるのに2年かかるんだって。ここにもおるよ。ちっちゃい。かわいい。色が全然違う。あ、目がすごい色。綺麗。寒い。15度、あったかそう。ちっちゃすぎる。子供用は小さすぎるから。これを。あったかい。うん、冷たい。縛れたい。寒いね。コートを着てこれも体験してみます。-15度。あ、寒い。あ、すごい。あ、冷たい。寒、涼しいけど寒い。本物の流氷？冷たいのかな。スペイン村とかであるよね、氷の城みたいな。それとは全然本物の流氷だから。あ、くっついちゃう。触ってみよう。おー、冷たい。本当？熱で。でも溶ける。冷たい。めっちゃ立ってる。アザラシもいるし、キツネさん、キツネ。めっちゃ本当にいっぱいあって、めっちゃ寒い。すごい寒い。痛い。出よう。不純物が入っとるのか。本当に本物の流氷をこう運んでるみたいです。毎年入れ替わるんだって、流氷が。すごい。はい、今の流氷のところ出て、ちょっと外が暖かくて暑くなったのでソフトクリームを食べます。オホーツク流氷ソフトクリーム、流氷っぽい青いのが散りばめられてて、あとキャラメル風味みたいです。いただきます。
うわすごい、うん、キャラメル、塩キャラメル、これが塩っぽいのかな、塩キャラメル、めっちゃ濃厚な感じで美味しい。はい、オホーツク流氷館見てきました。なんかオホーツク海になんで流氷が流れるかの説明とかもう聞けたんですけど、すごいもういろんな条件が重なって一つでもその条件が欠けてたら流れてこなかったっていうのを見て、すごいもう自然って本当にすごいなと思いました。本当に生の流氷も触れたし、そのマイナス15度の体験とかもできたし、シアターとかもあって、すごい季節も綺麗でめちゃくちゃ良かったです。あとホーツクソフトもキャラ塩キャラメル味で美味しかったです。じゃあ続いては網走の監獄の方に行ってみたいと思います。ずっと行ってみたかったんで、ここもちょっと楽しみ、すぐ近くなんでここと合わせて本当に来れるので、本当に 2,3 分くらいもうかかる、かからないかな、来る途中にあったんですけど、網走監獄行きたいと思います。分でした。はい、今網走監獄ちょっと見てきたんですけど、動画が YouTube とかの撮影は NG だったんで撮れなかったんですけど、すごいいろんな展示結構広くて、網走監獄といえばこういう監獄以外にも、なんか監獄のなんかどんな生活をしてたとか、どういうところに暮らしてたっていうのが分かる展示がたくさんありました。解説とかもあって、お風呂とかもなんか本当に再現されてて、人形がたくさんいて本当にこんな感じだったんだって、ちょっと、ね、すごいリアルな感じで分かったんで、めちゃくちゃ面白かったです。ぜひ皆さん来てみてください。そして今からノトロ湖っていうところに赤いサンゴ草っていう草、水草みたいなやつがすごい赤く綺麗に咲いてるっていうのかな、なってる湖があるそうなんで、そこをちょっと最後に見に行きたいなと思います。おお、ここだ。確かに赤いのが生えてるけど、鮮やかさがこれからもっと色づくのかな。こんなもんなのかな、どうなんだろう。ここはノトロ湖だそうです。どこまでが湖なんだろう。でもあそこよりこっちが湖なのかな。なんか湖というよりこう湿地、何、湿原みたいな、そんなイメージで、サンゴ礁はこんな感じです。こんな感じなのかな。だんだん赤くなっていくのかな。今ここで、ここがちょっと多分なんかくぼんでるのかな。で、あっちに見えるのがノトロ湖みたいで、ここから海に出てるのかな。あれがノトロ湖みたいです。のどっからか海に水が出てる。ここはノトロ湖の一部なのかな。
その塩分があるところにコールが生息するみたいだから、海からのこう塩分がちょっと来てるのかな。はい、ということでノトロ湖の、サンゴ、赤いからサンゴっていう名前なのかな、赤いあの草、サンゴ草、サンゴ草サンゴ草が生えている湖に来てみました。ちょっと時期が早いみたいで、多分もっと赤くなるんじゃないかなと思います。多分ね、でもあの本当はもうちょっと後からしか見えないのかな、時期的に。でも見れてよかったです。本当に結構一面に咲いてるのですごい綺麗で、写真もいっぱい撮りました。ということで今回は網走周辺を巡ってみました。今日まで家族が一緒に、おじちゃんおばあちゃんたちも一緒に、北海道をちょっと旅をしてたので、なんかいつもとちょっと違うタルチャンネルになってたかもしれないんですけど、ここからはいつものタルチャンネルっぽくいつものタルチャンネルみたいな感じで行きたいなと思います。で、上の方とかはあの電波がないところがあったりとか、で車がなんかトラブル発生したりとか、あとクマが出るかもしれないので、ちょっとの間もうちょっとお父さんだけ残ってくれて、タルパパ と、一緒に行こうかなと思うので、この後も、なかなか今までタルトが行ったことないようなとか、あんまり視聴者さんも行ったことないところもあるかな、知床の方とか宗谷岬の方とかも巡ってみたいと思います。ということで次回の動画もぜひチェックお願いします。以上、いちごタルトでした。今回も最後まで見てくれてありがタルト。